脚本読んだ時にうわモノログめっちゃ多いなっていうのをすごくシーズン1の時は思いましたね。あ、同窓会したわ2。イエス、こじらせてるというかね、こじらせてるの結果的に。そうだね、かっこいいよ、ゾッス。シーズン1がなんか終わってから、はい、割と本当に早くで続編をやるということを聞いたので、うん、まあ本当に早かったですね。だからなんか嬉しかったですけど、何よりあこんなに早くできるんだっていう、結構そっちのびっくりのが大きかったような記憶がすごくあります。うん、確かにスピード感がすごかったよね。あっという間だったよね。うん、だからこうクランクアップしてで、まあ、放送ママしてて、まあ、こう雑誌とかでもこう一緒になったりしてたら続編みたいな感じだったんで、でもなんかでもすごい嬉しかったですよ。やっぱりこう、まあ、その撮るのはまだ先だったんですけど、またこうリクとも会えるし、うつかれスタッフの皆さんとも会えるし、何よりこう美しいからの続きの世界をまた自分で気負いができるのが嬉しかったですし、うん、とかまたこういろんなね、こう人たちもそうだけど、まあ、海外の人とかもそのコメントとかもくれて、例えばそれを僕とかリクが一番実感してると思うんですけど、だからそのいろんな人に見てもらえてるんだなって思えたのがこうすごく一つ幸せなことだったなと、うん、思います。最初脚本から来て、そこから原作見ましたね。うん、でなんか まず脚本がこう台本というよりかは小説読んでる感覚になったっていうのがファーストインスピレーションで、なんかあとト書きでこういう風景がこうイメージできるというか、すごい細かい細部に こだわったところまでなんかこうはっきりとこう見えてくる感じっていうのは、なんか読んだ時に初めて抱いた印象でしたね。うん、通りくどっちかだった。いや脚本だった気がします。ちょっともう結構前だもんね。うん、かなり曖昧ではあるんですけど、ただ脚本の時に、うん、うわモノログめっちゃ多いなっていうのは、いや間違いない、シーズン1の時は思いましたね。セリフと同じかぐらい多分あったので、うん、これはなんかちょっと一つ表現の仕方というか、うん、言葉を使えないってこんなにもだからどう表現しようじゃないですけど、ね、うん、そんな印象すごい持ってた気がしますね。と同時になんか言葉って本当になんか情報を伝える上ではすごく普段いかにこう使っていたかがよくわかるというか、なんかそれを取り上げられるととかなくなった時にどう平を表現すればいいんだろうなみたいなのを考えながらなんか最初脚本を読んだ気がしますね。うん、その平がこうちょっと狂気的になる見えるところとか僕もすごい好きで、それこそなんか本当気負いを見る目だったりとか、それ以外のこう目がまず全然違うし、なんかそういったところが何だろうな、結構平のスイッチが入った時ってなんか気負いが結構傷つけられそうになったりだとか、気負いに対することが結構その行動理由の一つなんで、そういった時の平はすごいかっこいいですよね、シンプルに。うん、かっこいいよ、ザッス。そうですね、まあ、だからよくぞヒラになんかこうあそこまでなんだろう尽くしてくれるっていうのは違いますけど、でもまあ結果的に振り回されてるので、うん、なんかこう何よりもこうファーストに置いてくれてるっていうのがやっぱすごい魅力なんじゃないですかね。だって普通あんなわがままというかね、うん、自覚もないぐらいのわがままかまして、あんなに同じことを繰り返してなんかこういつもこじらせてるというかね、こじらせてる結果的に。そうだね、ヒラになんかそこまでこうやっぱエネルギーを使って向き合ってくれるっていうのはやっぱ一人の人間としてすごくあれ嬉しいことだと思いますし、まあ、あとなんか何かとこう、まあ、清井もヒラもね割とこうストレートに伝えるのはどっちかっていうと苦手というかね、なんかこう周りくどくなってしまう2人ではあるんですけど、なんかこう清井はそれをちゃんと超えようというかね、なんかこう乗り越えようとしてくれているし、
なんかそこら辺はやっぱすごくまだ清居がやってくれるからいいなと思いますね。なんかうん、あ、同窓会したわ2。イエス、同窓会とかはなんかすごく、それこそリアルにシーズン1から1年ぐらい空いてたので、なんか撮影の序盤だったというのもあって、なんかすごくおー、なんか続編撮ってるかみたいなのがすごくありましたね。久しぶりだったもんね。久しぶり、本当リアルに久しぶりだったから。丈太郎が変わらず吉田でよかったよ。確かに。その同窓会のシーンも一つだし、あとはこうなんだろう、清居自身もやっぱりこうあの俳優活動っていうのをしっかりと頑張って事務所に所属して、なんて言うんだろう、まあ、映像だったりとか、まだなんて言うんだろうな、駆け出しの役者ではあるんですけども、着々と自分の本当にこうなりたいことだったりか好きなことに対して取り組んでいるんだなっていうのをシーズン2からもうより感じれるようになりましたね。うん、続編ができるということがそもそもやっぱね、こう広がっていかないとなかなかこうお客さんのやっぱ反応とかがないとできないものではあるので、それを確かに体感する上では特に本当2日目3日目ぐらいで確か同窓会のシーン撮っていたので、すごくなんか最初にその続編を感じたシーンかもしれないですね、もしかしたら。どういう存在ですか？どういう存在？まあ俺はそう、初めてあのダブル主演で出させてもらった作品、まあドラマだったんで、なんかある意味自分のこう始まりのものだったんで、そこはなんか今後こういろいろいろんな現場これからも行かせていただけるでしょうけど、なんかそれは音楽活動やっててもなんかすごい生きてる部分ってたくさんこの作品のおかげで、なんだろう、引き出しが増えたこともたくさんあるし、お芝居に関してもなんだろうな、こう酒井さんもそうだし、無力と一緒にお芝居できるあのできたあの時間もそうだし、いろんなこう経験を積ませてもらえた大切な作品だなと思いますね。うん。僕はそうですね、なんかやっぱこう普段お芝居だけをしているとなかなかやっぱこう普段見てくださってる方ってどんな反応してるのかっていうのをなかなかこう見えるようで見えなかったりもする部分ではあるので、なんかそれを今回本当に SNS とかを通じて一番なんか実感として本当に見てくれてる人がたくさんいるんだなっていうのを実感として得ることができたので、なんかやっぱ一生懸命細かいとこまで丁寧にやればそれをちゃんと見てくれる人がいるっていうのもなんか今回のそのシーズン尽くしがれを通じてなんかすごく本当に直に感じることができましたし、なんかもちろん現場にいる時も画面の向こうで見てくださる方っていうのはあの意識としてはあるんですけど、なんかこの現場ほど本当にそれが直に浮かぶ現場ってなかなかなかったなと思って、なんかそういう普段見れないというか見えなかった部分がすごく見える現場だったので、僕自身もすごい勉強になりましたし、なんかやっぱこう自分のこれから先々になってもなんかこう振り返って思い出すような現場になるんじゃないかなと思いますね。なんかすごくやっと見てもらえるのが嬉しいなと思いますし、これからなんか美しい彼を知ってくださる方がいたらぜひぜひドラマを見てから劇場版に行っていただけるとすごく楽しめるんじゃないかなと思うので、どちらもこう行き来しながらというかね、どちらも楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、今回こう美しい彼映画やらせてもらって、まあ、シーズン1からの時もそうですけど、まあ、国内だけじゃなくてこう、ね、海外の方からもたくさん、見ていただいている方がいて、なんだろう、本当にいろんな人に楽しんでいただきたいですし、なんかこうまたこう見てくださる人がこうなんかモチベーションになればいいなと思うので、またこう映画見たいから今日頑張ろうとか、本当にそういうきっかけになってくれればいいなと思ってるので、なんかシンプルにこうこの作品を愛してくれる人にたくさん見ていただきたいです。Thank you.